松江君が、ちょっと入りました。眉毛ちょっと染めるのに染まってる人とかはなんか眉毛染めた、松江君が入りました。いろんなね事情がありまして、ちょっとねうちでちょっと松江君をちょっとやっていくことになりまして、これから頑張ってもらう大島たりさんです。イエーイ。まあ、アンテナスクエアに来て、まあ、まあ、3日4日かどうですか。お客さんがいい人ばっかりです。お客さんいい人ばっかり、はい、それの方ですね、はい、スタッフは我々は楽しそうです。楽しそうですか。はい、ありがとうございます。まあ、活躍なんですけど、まあ、心斎橋とかも結構いろんな店があるから、もう結構、まあ、競合なんですよ。で、料金がめっちゃ他の店も結構安かったりとか、まあ、まあ高い店もありますけど、ちょっと料金がねすごい気になると思うんで、まあ、それをちょっとね軽くお聞きできたらなと思いますんで。で、ホットペッパーで、まあ、予約ができるんですけど、クーポンがあるんですよね。はい、まあ、クーポンちょっと軽く説明してもらいましょうか。はい、はい、どうぞ。90分の付け放題がご新規様、90分ね、なんと1600円です。フラット込みです。フラット込み、はい、今流行りのフラットです。はい、90分ね、90本じゃないですよ。パリジェンヌ、パリジェンヌ人気の、はい、新規1500円です。安っ。松江区のオフ込みです。松江区のオフ込みでパリジェンヌ入れて喋れへんきたいな、この人。なマツケパーマが新規様3000円です。3000円、マツケパーマご新規様3000円やて。すごいな、めちゃくちゃ安ない？安い、めちゃくちゃ安いよな。上下のパリとかもあります。まつげで下と上ありますやんか。で、2つともできますよっていう。そうですよね。脱毛が3000円です。わ、脱毛3000円。脱毛っていうのは眉毛のワックス脱毛 で、 おすすめです。この下のところとかさ、産毛とかめっちゃ生えてくるやんか。あとこの上のところも変な産毛とか生えてくるから、そういうのもしっかり取ってくれるんだよな。はい、めっちゃ綺麗なんだよ。僕もね、ちょっと前にね、一回やったことあるんですけど、めっちゃ綺麗になるんですよ、眉毛。だから眉毛ちょっと整えるのにちょっと困ってる人とかは、眉毛剃りとかよりも抜くから長い期間綺麗で折れるんですよね。だからね、おすすめっすね。痛さは、痛さは少し、でも慣れたら大丈夫です。でも僕やったことあるんですけど、全然痛くないです。僕痛み、痛み、正直全然痛くないです。寝れます。で、僕寝てましたもん、普通に寝てて起きたら終わっとったみたいな感じですね。まあ、個人差は今松江君なかったから。で、お客さんも結構前に一回こう松江君入ったんですよ。入ったんですけど1ヶ月ぐらいで、やっぱりうまいです。ほんまにパリうまいし、ロンドンもうまいな。ロンドンもうまいな。なんでやねん。パリエクもあります。パリエクもあるし、パリジェンヌでまつげを上に上げて、その上にまつエクをつけるっていう技術もあります。パリエク、すげ え、パリでパーマで上に上げて、パリで根元をガッてまつげ上げた状態でまつげを、まつエクをつけるんで、うん、目力バーンってなる。え、マジで。根元、なんで、うん、まあ、そういうことで、大島たりさん、これからね、ちょっとね、活躍してもらうんで、皆さんね、温かい目で、いろいろ言ってください。何でも言ってください。ほんまに。はい。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。